短期留学ね、この前まで、うん、3日前まで行って、このメンバーでやったの？どのメンバー？いや、このメンバーじゃなくて、うん、あそこで今日試合やるメンバーと、メンバーと、うん、で、2日目がスクール生、うん、サバでの、うん、どうだった？いや、あの11はマジでうまかった、早くて。これから試合するんですよ、だって。そう、やばいやばい、うん、何が、練習は何が違ったりする？日本と。やってること、まあ、そんな変わらなかった。やってることは、うん、でもウォーミングアップとかすごいそうハードだ。そう、しっかりしてんだ、うん、あとはなんか違いはどうだった？なんか違いが、ここが違うとかあった？違う、違いがある、練習やってて違い、みんな常に喋ってる、うん、ってことがめっちゃ、うん、コミュニケーション取って、そう、なるほどね。チームとのコミュニケーション取れてますか、みんなと？結構取れてます、うん。どんなとこで取れてるの？もう生活と、ホテルのとこでご飯の時とか、うん、部屋の生活とかで話して、うんうん、少しずつコミュニケーション取って。じゃあとりあえず今日ね、調整試合もいい調整になるように。はいはい、じゃあいよいよ今日は調整試合ですけども、どうですかこの環境は？結構グランド良さそうです。グランド良さそう。どう、日本にこんな環境ある？何面もあるところが。そんなないです。そうだよね、一つのクラブがこうやってたくさんやってるところってなかなかね、日本にはない。意気込みはどうです、練習試合の？まあ、中1だから相手結構強度高いけど、うん、まあそれに負けずにしっかり戦います、うん、はい。今回このねエンブレムに日の丸ついてますけど、どうですか、日本代表ではないけど日本代表として大会に出る感想は？日本代表として他の国のチームを倒して決勝トーナメントに進めたらいいと思います。部屋とかホテルでコミュニケーションちゃんと取れてますか？はい、ご飯食べる時とか、うん、喋ってるし。どう、この環境は、サバデルのグランドの環境を見てどう？日本はなんか砂のグランド多いけど、多分ほぼ全部芝だから、うん、いい環境だと思います。そうだね、じゃあ頑張ってください。はい、こういう形で20分と、0から20、20から30の10分間、30から40の基本で往復3つに分けます。0から20の20分間出る人、0から30出る人、こうやって回そうとするサッカーっていうな。ここもサイドバックも落ちるんじゃなくて、なるべく深い人いながらって守備になってるから、自分たちはこの背後のスペースを消して、自分たちがブロックを下げて背後のスペースを消して、早く逃げる、早く逃げる、早く逃げる、取った瞬間も逃げるよ、取った瞬間逃げる子を進めとけ。遅いよ遅いよ、足回せ作れ。どうでしたか今日は？前半08、後半03、サバデル後半は03。完敗でした。どうでした？いや、やっぱり強かったです。みんなあのドリブルをするんだけど、そのディフェンスを置き去りにするっていうのがうまかった、うん、じゃあどうすればよかった自分たちは？カバーリングとかをもっと近くコンパクトにしたりね、うん、いやでも大会に向けてね、悪いところは結構出たと思うんでね、うん、うまくこれ修正できるよね、うん、自分自身の反省は？声を出したり、もっと周りも見えた、うん、まあ、苦しい時にもっと声出せないと、やっぱ仲間助けていかないとみんな、うん、明日もいい調整して体調だけ管理してください。はい、はい、おはようございます。さあ今日は、遠征3日目ということで、午前中は、昨日試合をしたサバデルのグラウンドにてトレーニングを行いたいと思います。まあ、昨日ちょっと、カテゴリーは一つ上のクラスにちょっと大敗してしまったので、まあ、少し戦術的な練習をしながら
みんなの意思統一を図っていきたいと思います。あとはちょっと選手に声を聞きながら昨日どうだったのか感想を聞いてみたいと思います。相手は何がうまかった？体が強いと、ディフェンスのスピードがめちゃくちゃ速かった、うん、あと結構最初ら辺は結構崩されてたけど、後々、まあ、ちょっと固めてきたりとかしたから、守備は全然結構最初よりは全然良かった、うん、攻撃部分は何本かいいパスつながって攻撃にはつなげられたけど、まあ、それをものにしないと、まあ、バルサには多分勝てないので、この練習からきっちり磨いていきたいと思います。はい、なんか昨日はどうでしたか？相手がスペイン人だったから、うん、あんま落ち着いてできなかった。嘘、落ち着けなかったの？落ち着いているように見えたけど、そうでもなかった。何が相手は上手かった？足元の技術とか、うん、身体能力高い、ね、うん、じゃあ試合ではどんなことに気をつけたいですか？パスの質にこだわりたい、うん、昨日はキーパーとしてスペインとの差を感じた部分はありましたか？まあ、シュート狙う位置がシュートコース、うん、とてもなんかシュート狙う位置がコントロールできてたっていうか、うまいよね、シュートがうまいよね。でなんか次気をつけたい部分とかありますか、試合で？須田コーチが予測が大事って言ってたんで、うん、あ、シュート打つ前になんかディフェンスが右切ってたら左にシュートが来るとか予測して、予測しながらシュートを止めたいなと思いました。はい、これからトレーニングですが、どんなことをトレーニングしていきたいですか？昨日の悪かったところをみんなで分かって、悪いところをいいところに直せるようにする。どんなところに修正して？パス回しのところでディフェンスが持ってるときに真ん中の人が落ちてくるとか、そういう修正を。チームとしてこんなことに気をつけたいっていうのはありますか？裏を取られないようにするってこと。ディフェンスの背後ね、昨日も失点も多かったから、うん、しっかりコミュニケーション取って練習してください。はい、明日参加する ICC カップのサバデル FC のトレーニングマッチをちょっと見学しています。対戦相手のアメリカチームとても強度高く、めちゃくちゃお互いいい試合。どう？みんな速い。速い。スピードが速い。そう。足が速い。体もアメリカの5番とかめっちゃ強い。ボールスピードも速いね。いや。どう、信号は？なんかパスの出しどころとか、うん、ダイレクトの使い方がめっちゃうまい。ね。モーメント、ルジェ、アヤンカン。ま。アンドレウ、ブラボ。さあ、予選リーグバルサの開幕戦です。カフリンガと同じ組の、バルセロナ対、アメリカのチームですね。今は0対0です。サッカーの環境が小学生年代といえどもス
タンドがあって親御さんたちがこうやって応援して、ね、ものすごくいい環境でサッカーが始まってます。始まりました、記念すべき第1回、ね、僕らが参加する ICC カップ、初戦予選リーグ第1試合目ですね。頑張れカウソー、ライン、ライン、ライン、捉える、ライン、捉える。いやピョリー、ピョリー、ピョリー、まだ0-0です。ターンして仕掛けていいよ。フエンテっていうところとね、いや、来た、来たよ、ゴール、頼む、頼む。いやはい、いや素晴らしい、はい、厚み厚み、ジョバル、ジョバル、ジョバル、いけ、いやー、はい、じゃあ1試合目ね、予選リーグ終わって、0-0でした。まあ、結果的には悔しいかもしれないけど、予選リーグ突破するためには悪くない勝ち点1だったと思います。チームコンセプトはしっかりできました。じゃあ次いよいよバルサ戦です。どんなサッカーをしたいですか。まあ1試合目と同じでパスを、ま、パスを回すというよりは勝ちたいんで、もう1試合目と同じで蹴るサッカーみたいなした方がいいのかな。ただ でもね、とはいえ蹴ってばっかでも楽しくないからね、バルサ戦はね、今までやってきた自分のサッカーをね、思い存分できるよ、まあ蹴るより繋ぐ方が楽しいだろうから、ね、さあいろんなチームが本当来てます。アメリカもそうだし、アフリカもそうだしね。だよ、ふいふい、ママ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 、はい、頑張っていい、頑張って、いやいい絵が撮れてますよ、ほら、いいよ。ナイスナイス、いいよ、頑張ってるよ、ほんと、うん、これはよっしゃはい、つぶつつぶつつぶつ、さあ、ほんと黙っちゃうんだよね、喋ることねえんだな、これもうボール回し見ちゃうんだよね、いつかこうやって取れてほしいんだよね。いやーほんとこれ早いの、7番の子がナイス、ゼロさん頑張ってるな、ゼロさん頑張ってる、ハルキ力入るんじゃないのか、来た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 、オッケー、行こう行こう、いやそんなだそんなだ、ほらボール見ながら、タケリング、マイボ、いやー、あー0-8、グラシアス、グラシアス、グラシアス、本当に、なんと、グラシアス、グラシアス。さあ、バルサ戦が終わりました。結果は0-8の
乾杯でした。どうだった？バルセロナでやった。ね、そう早すぎた。え？早いし。オランダってもう抜いちゃう。抜かれちゃう。ボール触れた？いや、触れてない。やっぱりこうやって上手い選手がいて上手いサッカーするっていう刺激にはなるでしょう。楽しかった？やってみてどう？楽しかった。楽しかった。まあそれが一番で。ね、絶対に負けられない、マジで負けられないね、うん、本当にカンタ、ハルキ、ピョリ、ソーゴ、右アンカーにアオバで、右からコウ、セナ、ジュマル、ソウとエイト、はい、だそうです。届かない場合あるからね。バレーボー、そう、シンゴそこだよ。腕集中だぞ、集中、いいか、集中だ、あんな、ナイス、守るんじゃないぞ、考えて戦えって。来た。まあ、さあ、そうですね、僕ら4シーズンやりましたから、トップチームも全部ね経営やりまして、2部から3部に落ちちゃいましたけどね、まあでも嬉しい、まさかこういうのでね、サバデルと試合できると、本当にいいプラスでやっててね、いやカンサー、逆サイドね、カンサー、0-0でございますよ。はい、もう最高、もうそこだ、いや強く、そこ強く、いいよ、取った、裏、エイト、声出さないぞ、そこ前、いや、そこのドリブルの方向なんだよ、いやー、ナイスゲーム、いい試合したよ、ナイスゲーム、ベンパルティド、ベンパルティド、パルティド、ベンパルティド、CC カップ、最終戦、順位決定戦になりますね、ジムナスティック、皆さんおはようございます、さあ頑張って、ね、やあ、グッポーグッポー、ナイス、はい、エイト、ナイス、それよ、あなたは。
タン、そこは三角ボタン。いやー、そこは三角ボタンだったね。今スルーパスの、まあ1-1ナースティックにね、引き分けはだいぶいい。ということで順位決定戦は、順位決定戦は引き分けで、まあなんとかどこかタイになるんですね。はい、ビエントロッホ、ビエンパルディオ。6試合か、うん、めちゃくちゃ良かったし、マジびっくりするほどね、うん、成長が見れたのが、ね、マジ面白かった。しかもマジ上手くなってるし、うん、あとね、上手くなってるし強くなってる、うん、あのなんだろう、びっくりした本当に。今日の最後の試合なんか、いや本当実は本当強いじゃん、うん、あのナスティックって。そうなんですよ。で見た時にこれには勝てねえと思ってたのよ、うん、いやいや全然勝てたじゃん。そうなんですよ本当。いやマジでそれ昨日見た瞬間強いと思ったけど、うん、そうびっくり本当にその通り、うん、だからまああの1対1の強さもそうだけど、うん、みんなこう距離感詰めて、うん、1対1抜かれても2人目いくとか、うん、そういうディフェンスの仕方とかね、うん、ちょっと覚えてきたんで。そうね、はい、ということで来年はね3月のね、うん、頭になるらしいよ。あ、そうなんですか。あのそのなんかこう春休みの都合、うん、都合により、うん、そうなんですね。まあでも来れるかな。そうです ね、6年生中心だったら来れるね。お願いします。じゃあ、はい、ぜひとも来年もありますんで、あとオーバーエイジも3枠あって、うちは1個も使ってないんで、うん、まあ そうですよね、そういうのもあってということで、ありがとうございました。じゃあ今日帰りはね、あの、はい、もうねこの後は決勝とかまあ見て、はい、で夜はカンプノじゃないよ、カンプノじゃない、もうオリンピックスタジアムでバルサとグラナダの試合を見て、はい、あとその前はねビュッフェにね、うん、あのバルセロナのビュッフェを食べに行ってきますんで、はいはい、よろしくお願いします。それではありがとうございました。